常用型コンバイン自立型コンバインとは、農作物、特に稲や麦を収穫するための農業機械の一つである。自立式コンバインとも言う。普通型コンバインについては、コンバインハーベスター参照のこと。自立型コンバインは、稲や麦を刈り取りながら脱穀する機能を備えた、農業機械である。旧来、稲刈りは鎌による手刈りやバインダーと呼ばれる。 刈り取り専用の農業機械で行い、その後脱穀機やハーベスターで脱穀していたが、自脱型コンバインは、その一連の収穫作業を一台の機械で行えるようにした。刈り取り機と脱穀機を組み合わせたその構造から、コンバインド、すなわち、コンバインと呼ばれる。日本では最初、輸入されたコンバインハーベスターが使われたが、収穫時の水分が高い稲の刈り取りに対応するため、 日本独自の自脱型コンバインが開発された。自脱型コンバインは、刈り取られた作物を整然と搬送して、穂先の実を脱穀機に投入するのを特徴とする。自脱型コンバインはその営農規模に合わせて、8馬力の2乗狩りから130馬力の6乗狩り、7乗狩りまで様々な大きさがあり、農業機械の中でも特に高価な部類に入る。 農林水産省の統計による自立型コンバインの地域別出荷台数と常数別構成比を表に示す。過去には運転者が歩きながら操作する小型の歩行型もあったが、現在市販されているコンバインはすべて乗用型となっている。しかし、小型の二乗狩りコンバインに限り、他のデイリやアトラックへの積み下ろしのために、歩きながら操作ができる機構を有する機種がある。 小型の自脱型コンバインは省力化の目的で、ハーベスターの代用としても利用される。自脱型コンバインは、水筒の借り入れ、脱穀に使う農具及び農機を発展させる形で、開発が進められた。刈り取りには、当初は釜を使った手刈り、その後は作物を後方に刈り倒していく、歩行型動力刈り取り機や、完結式刈り取り結束機などが使われた。脱穀には、 江戸時代に発明された千橋五機が明治時代までに全国に普及し、また1910年に足踏み式回転脱穀機が発明されると、それが普及していった。また、選別機には手回し式の遠見が開発されて普及した。なお、足踏み式回転脱穀機及び遠見の原理は、後に開発される動力脱穀機、さらにコンバインへと取り入れられることとなる。 米国やソビエート連邦などの大規模農場で普及したコンバインは日本では1962年から政府が推進した農業構造改善事業の一環として導入されたが大型の普通型コンバインは日本の比較的狭い農地では使いづらいものであった特に水筒においては補助が大規模であっても収穫時のもみの損傷が大きい点黒流損失が多い点から 普通型コンバインは用いることは困難であるとされた。一方で、1966年に遺跡納期が開発した自脱型コンバインの登場を皮切りに、国産納期メーカーが自脱型コンバインを相次いで発表、普及してゆく。自脱型コンバインは、刈り取った国間の穂先部分だけを脱穀装置にかけて脱穀する。普通型コンバインは、刈り取った 国間のすべてを機械内部で脱穀する。このため、自脱型コンバインは、普通型コンバインに比べて、水稲収穫時には、もみの損傷が少なく、黒粒損失も少ないのであるが、麦類収穫ではあまり差がない。自脱型コンバインの別称として、軸粒式、穂先供給式、単コンバイン、ジャパニーズコンバインなどの故障がある。なお、 初期の自立型コンバインは側面狩りであった。これは、り取り機が側面についているため、コンバインを使い始める前に、コンバインが走行できるだけの幅を手狩りする必要があった。その後、狭い高地の多い日本の事情に合わせて、機体の前面にり取り部を備えた自立式コンバインが開発され、補助の広さや向きに関かかわらず、り取りができるようになると、 急速に普及し、1990年時点で、日本の水筒作付け面積の約76%で使われている。また、1970年頃より始まった、減反政策により、水筒から大豆、小麦、蕎麦等への転作が増え、それら他種類に対応可能な汎用型コンバインや、そば専用コンバインも開発され、利用されている。 コンパクトな歩行型コンバイン基本的な構造は、常用型及び歩行型とも同じであるので、以下歩行形をもとにその構造を解説する。二乗狩りの仮取り部現在市販されている、自画型コンバインでは二乗狩りから七乗狩りまであり、例外として、普通型コンバインに組み合わされる十乗狩りの仮取り部もある。仮取り部は油圧によって上下に操作することができる。仮取り部では、 先端に取り付けられた三角形のデバイダで作物をかき分け、チェーンに取り付けられた樹脂製の引き起こしラグが作物の茎を垂直に引き起こしつつ、バリカン状の仮陣で地面から5センチメートル前後の高さで作物を刈り取り、作物の向きを保ったまま一列にまとめて搬送部へと送る。作物が直立している場合、刈り取り作業は容易であるが、台風や病虫害。 被売管理の影響によって作物が倒伏している場合、その程度によっては刈り取りが困難になる。進行方向に対して右側に倒伏している場合や手前側に倒伏している向かい刈りは構造上刈り取り困難で相当速度を落とさねばならず刈り取り不能の場合もある。しかし左側や進行方向に倒伏している追い刈りは慎重に作業すれば それほど速度を落とさず、刈り取り可能なことが多い。オプションで、倒伏した作物への適応性をより高める補助、デバイダを装備できる。自脱型コンバインの刈り取り部は、普通型コンバインのリールヘッダーに比較すれば、倒伏する可能性がある稲などの作物に対して、より適した刈り取り部と言える。自脱型コンバインの刈り取り部は、複雑な構造をしており、 可動部の摩耗を防ぐために注油が欠かせないが、この作業を簡略化するために、一箇所のオイルタンクから手動、または電動のポンプによって、注油の必要な箇所に一度に注油することができる、集中注油装置が装備されていることが多い。しかし、この装置では、カリジンやフィードチェーンなどの酷使されやすく摩耗しやすい部分に注油することに特化している。 簡易的な装置であるため稲刈り前の整備や点検の際には取扱説明書を参考にこの装置で注油できない箇所に手動で注油するのが望ましい。近年の自達型コンバインで全面ガりと謳われる機種がある。これは刈り取り部のガリ幅がクローラの外幅と同等かより幅広いことを意味する。これにより通常は半時計回りで進行する刈り取り作業が 時計回りに進行しても作物を踏み倒すことがないなどより自由な手順で刈り取り作業を進めることができるものである。搬送部自際から刈り取られた作物は搬送部によって脱穀部へ整然と搬送される。搬送は搬送チェーンまたはフィードチェーンと呼ばれる突起がついた金属製のチェーンが強制的に行う。自立型コンバインでは作物の穂先部分だけを 脱穀部に投入するが、脱穀を効率的に行うために、口実の小木道に対して、適正な位置で作物を供給する必要がある。小木道に対して、奥に作物を入れすぎた、深小ぎを行うと、損失や馬力のロス、藁くずの混入による選別の悪化を生じ、逆に、浅こぎを行うと黒竜が藁に残る小ぎの腰が発生する。搬送部は仮取部から、 脱穀部へと作物を搬送しながら、漕ぎ深さを適正に調整する役割を担い、最近のコンバインでは、作物の長さに合わせて漕ぎ深さをモーターによって自動的に調節し、常に最適な漕ぎ深さで作物を脱穀部に供給する仕組みを備えている。しかし、冷えなどの雑草が多い場合には、手動での調節を必要とする場合がある。 脱穀部内部の小技道脱穀部の構造は従来の定置式の自動脱穀機、あるいはハーベスタの脱穀機と同様の構造を備えており、ここに穂先部分を供給し、黒流を分離する。脱穀部は本体に内蔵されているので、普段その構造を外部から確認することは不可能であるが、渦の写真はカバーを取り外した状態の様子のものである。 コンバインの処理能力に応じて、脱穀部の小木道や選別板は大型のものが採用されるが、最小の2乗狩りコンバインから最大の7乗狩りコンバインまで基本的な選別の原理は全く同一である。処理能力の向上を狙って小木道とは別に補助的な処理道を装備する機種もある。小木道には逆 V 字型の小木場が多数取り付けられており、動力で回転する。 この小ぎ道がフィードチェンで整然と送られる作物の穂先から黒竜を漕ぎ落とす。小ぎ道の下側には樹脂や光線、ピアノ線でできた受け毛があり、受け毛を通過した黒竜だけが陽動板と呼ばれる選別板へと落ちる。陽動板は変身した軸によって陽動し、黒竜と不要な藁くずを比重によって選別し、大きな藁くずはストローラックを経て機外へ排出される。 さらに陽動板から落下した黒竜は、遠ミファンが発生する風によって選別され、目的の黒竜のみが、モミタンクへと搬送される。この選別された黒竜を搬送する系統は1番や1番螺旋などと呼ばれる。選別が不完全で、黒竜とはクズが分離しきれていないものは、2番や2番螺旋と呼ばれる系統で小儀道、あるいは選別板に還元され、 再選別が行われる。前述の処理道で処理される場合もある。さらに軽いわらくずやホコリは、遠見ファン、あるいは吸引ファンの風によって機外に排出される。この、穂先の黒竜の実を処理し、藁が選別部にほとんど入り込まないのが自立型の最大の特徴である。グレンタンクからのもみ排出脱穀部が選別したもみは、次の2種類の方法で処理される。 2008年12月、精密農業のために収穫しながら、グレンタンクにたまる、もみの重量と水分を測定、記録する、収量コンバインが完成し、今後市販される予定であることが、農研機構から発表されている。灰藁処理部一般的に、カッタと呼ばれる装置が、標準装備され、脱穀作業が済んだ稲荒を5トルから1 5トル程度の、 長さに細段処理する。細段したらは、補助一面に散布されることになり、後でトラクタのロータリーによって他にすき込まれる。稲藁の経路を切り替えることによって、稲藁を細段せずにそのまま、バラ落としすることも可能である。他には次のような装備を選択することができる。自立型コンバインには、クローラと呼ばれる無限軌道が使われる。これは、 補助の設置圧を軽減することが主な目的であり弱湿電であっても収穫作業が可能である。強湿電用としてメーカーはさらに幅広のクローラーをオプションで用意していることが多い。幅広のクローラーを装着することで設置圧を低くすることができコンバインが沈み込みにくくなる。湿電用の幅広のクローラーの設置圧は人間の足の設置圧よりも低く。 歩行が困難な出電でも容易に走行することができるが、旋回やバックはやはり困難である。補場が非常にぬかるんでいる場合にはコンバインが走行不能となり、脱出できなくなるので、十分注意しなくてはならない。コンバインでの収穫が一般化するようになってから、コンバイン作業を容易にする目的で早期に落水し、補場を乾かそうとする傾向が見られるようになった。また、三条より、 大きなコンバインには、使用によりクローラーの設置面を油圧で上下させる、車体水平装置があり、左右のクローラーを独立して制御することで、自動的に車体を水平に保つことができる。さらに、前後方向の水平を保つことができる車種もある。車体が傾斜すると脱穀機の選別能力が低下するので、仮取り中は車体を水平に保つことが望ましい。この装置は、 手動操作で左右のクローラを同時に上下させることによって、コンバインの最低地上高を自在に上下させることができ、出電での走破性を向上させることができる。このクローラを駆動するトランスミッションには、3段、内視4段の副変速機と HST、または CVT といった無段変速機が組み合わされる。CVT にはゴムベルト、または 金属のコマをスチールベルトで多数連結した金属ベルトを用いる、可変幅プーリー方式が用いられ、馬力のロスが少ないことから、初期のコンバインや小型のコンバインに採用された。一方で油圧で、油圧モーターを回して伝達する HST では、停止状態から、全身更新、超低速から、最高速まで一つのレバーを倒すだけで、 ノークラッチで自由自在に走行速度を操ることができ、停止状態ではブレーキがかかったのと同じ状態になるなど操作が容易なため、現在では HST を装備したコンバインがほとんどである。旋回のための操作は、初期のコンバインは旋回したい方向のレバーを手前に引く2本レバー方式であったが、その後旋回したい方向にレバーを倒す1本レバー方式に改良され、 近年では自動車のように丸いハンドルで旋回操作するクローラ式コンバインも存在する。三菱の浮コンバインに MC1650 コンバイン操作時の安全対策として以下の例がある。これらのような安全装置があるが、小児道などエンジン緊急停止後も、惰性で数秒間動き続ける部分もある。そのため安全装置を過信せず巻き込まれやすい格好で、 作業しないなど、あらかじめ事故を避けるように気をつけるべきである。AB、平成18年の国内出荷台数、農林水産省、生産技術課まとめ。2010年3月閲覧。コンバインの役割とはメーカーの種類と一押しモデル。マイナビ。2020年4月9日閲覧。商品情報コンバインジャパン HJ シリーズ、6.7条。遺跡の置き。 2020年4月9日閲覧。茨城統計情報ネットワーク。統計用語の解説。農業。自脱型コンバイン。終了コンバインが完成。農研機構農業機械の安全装備いろいろ。自脱型コンバイン自脱型コンバインのメーカーその他のリンク。ありがとうございます。